はい、ヤギッチ。皆さんこんばんは、ヤギッチです。今日はね、エスパルス対横浜 F マリノスさんとの試合がこれから行われます。日産スタジアムでね、アウェー戦ということで本当は行きたかったんですけども、まあ苦しい気持ちを抑えながら帰ってきました。ケイチ君ハウスに。お帰り。ただいま。すいません、たびたび申し訳ないです。エスパルスね、前回鹿島戦で泥沼6連敗に入りました。もちろんね、相手のマリノスさんも今3連敗中で、とてもね調子が悪いっていう状態なんですけども、またクラモフスキー監督とポステコグルー監督の指定対決、ここで始まりますので、バチ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 とやったね試合を期待してやっていきましょう。さあ、精一杯応援していきましょう。気合い入れていきましょう。エスパルス、エスパルス選手が入場してきました。トリコロールギャラクシー始まってますね。私もね、オレンジギャラクシーで対抗しますよ。頑張れエスパルス。もっと光が欲しい。こんなもんじゃないんですよ、オレンジギャラクシー。山火事山火事山火事、ドン、これだ。清水エスパルス、おお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 さあ、オレンジギャラクシーできましたね。今年はできないかと思ったんですけども、これでね、選手の士気高まったんじゃないでしょうか。遠くから応援するサポーターいっぱいいますんで、この気持ち新横に届いてくれればいいです。さあ、選手頑張っていきましょう。ティーラ新選手とね、ティーラトン選手のタイデーマッチっていうことなのでね、まあ、ティーラトン選手は出ないんですけども、ティーラ新選手、前回点決めてますんでね、今回も点決めてほしいです。頑張れエスパルス。右サイドバックですね、鈴木優斗選手、今回はね、サイドバックでの出場となります。アクセント加えてくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。頑張れ。チャンスがありますね。鈴木選手前から出てます。さあ、センタリングで、さあ逆サイド、中村選手、奥井選手が右シュート、うん、あー、いいですね、ファーストシュート、ゆりかごダンス、いや、タムタムですあと前半早々に畑中選手が怪我のようですね。バツが出ましたね。バツ出た、はい、マジ今日ね、お互いセンターバックの替えがいないっていうことをね、結構みんな気にしてたんですけども、これはマリノスにとっては不運ですね。畑中選手、代表クラスですからね。さあ、強力な前線がいますからね、マリノスは。まさかの展開なんてやめてください。よっ、うわぁ、エリキかな。早々と先制を奪われました。エリキ選手、あのシュートはうまいですね。いや、あそこからゴールにシュートっていうのはすごいぞ、これ。いやー、もうここだけっていうコースを行ってきましたね。点取り返したいですね。うわー、ナイスシュート、遠めのシュートですね。鈴木選手、いいシュートでした。ゴール狙ってますね。ゴールどんどん狙っていきましょう。いいよいいよいいよ。さあ潰そう、さあ潰そう、カウンター潰しましょう。エスパルス、おっと、前半12分、竜田優吾、レッドカードですね。マジ？完全なる逆風が吹いてます。お互いディフェンスの核を欠くという話になってきましたね。まあ、ただあれだね、PK にはならなかった。そうですね。まずはね、このピンチ、しっかりね、しのいでいきましょうよ、エスパルス。マイノスサポーターの手拍子が鳴っています。やっぱ手拍子解禁すると、本当に全然雰囲気違いますね。いやー、早く手拍子を。ちゃんともゴール裏で飛ぶことをしたいです。こういう時にサポーターとしては投資したよね。したいですね。近すぎるんじゃないのって思ってます。さあ、うん、おっと、壁に当たった。ナイスです。危ない、まあ、あれだけ近すぎると逆にね。そうなんですよね、打ちづらいよ。あの、ウィーレでも大体入んないんですよ、あれよりやっぱりヘナト選手が1枚下がりましたね。ワンボランチで竹内選手、うん、ここを2つの分カバーしてくれればって思いますね。中で作れなくなる分、これ両サイドですね、奥井選手と鈴木選手、両サイドから崩して、で中で合わせて、うん、っていう形やってもらいたいですね。さあ、右サイドからピンチ、うん、ダイヤード、うん、あー、いやー、うまいシュート続いとる。すげえな、ワンタッチで。いやー、あのタイミングしかないっていうところに入れられましたね。やっぱりね、裏への動き出しがすごいですね、マリノスは。さあ、右サイドからまたチャンスを作らされています、エスパルス。オナイウワグ選手から、待て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 、
やばい、大江力選手2点目やばいっすね。いやこの間入れるところうまいな、バウド選手と川井選手の間に入り込んだ江力選手のうまさですね。お互い、ボールウォッチャーちょっとバウド選手に当たってますね。ちょっと作り直せ作り直せ、落ち着け落ち着け、エスパルス。ちょっと交代を有効に使いたいね、1人少ないから。そうですね、もうね、ハイリスク、ハイリターンでいきましょう。そうだね、もう失うものはないから、うん、いくしかないね。そうなんですよ。さあ、中村選手と川井選手で変化をつけていきます。奥井選手が入れた、中、危ない、そこらへん、いやー、こぼれ球を竹内選手が打ったんですが、少し外れましたね。よかった、惜しいよ。シュート打たないと始まらないですから、チャンスだったらどん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 狙っていきましょう、エスパルス。さあ、ヘナ選手、大きくサイドチェンジですね。ドンピシャリ。いや、すごいぞ。さあ、勝負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 、チャンス。いやー、もうじゃあ惜しい、惜しい、惜しい、触られた。いやー、いい流れだった。もうこういう流れを見せてほしいですね。さあ、前半終わりました。3対0、そして退場者を1人出すという形でね、前半を終えましたエスパルス。後半はどういった形を見せていくのか。いや、決めるところを決めるマリノスさんの攻撃力、やっぱりさすがですね。いや、すごいな。コステコブルー監督とエスパルスモフモフ監督、お互いのね、やりたいことっていうのがね、まあ似てるんですけれども、まだね、エスパルスは始まったばっかりなんで、今日ね、起爆剤となればいいです。今日という1日がまだね、3対0追いつけないスコアじゃないです。なんとかね、攻撃見せてもらって追いついて、そして追い越していきましょう、エスパルス。後半期待しましょう、頑張れー。おう、さあ、攻撃を見せてくれ、エスパルス、頑張れ頑張れ頑張れ。後半7分ピンチが続いてますね。もうマリノスがガン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 4点目を取りに来てます。抑えろ抑えろ、エスパルス。おっと、主審にパスを出しましたか。出したな、今出しましたね。さあさあさあ、カウンターを仕掛けましょう、エスパルス。後半の頭から入ったムサカ選手ね、どういう力を見せてくれるか期待していきましょう。清水の光となれ、ムサカ。さあ、右サイドからピンチです、ピンチです。いやー、ちょっと、いや危ないしか言ってない、さっきから俺。くそー、怖いですね。天野選手が入って、でさらに攻撃のアクセントが加わったっていう感じですね、マイノスさんもね。そろそろですね、マイノスキラー西澤選手が見たいっていうのをね、サポーター持ってるんじゃないでしょうか。もう3試合連続ですかね、去年の2試合、今回ね、夏に行われた試合でも西澤選手決めてますんで、マイノス相手にね、1点決めてもらいたいです。西澤選手に入ってもらいたい。おっと、水沼選手のクロスがオナイワード選手に当たりましたね。これは罰走でしょうか、後で。やっぱ罰走ってあるもんなんすか。いや、罰走じゃないですか。はい、サッカー部といえば罰走ですよ。どんな時罰走されたんですか。あの、トンネルをしてしまって決定的な1点を決められた時、僕は罰走してましたね。いや、もう自ら罰走させてくださいって言いましたからね。もう監督が怖すぎて、これはなんか言われる前にもう誠意を見せようということで ね、もう監督罰走させてください。自分から言った方がいい時あるんだ、そういうの。あります、あります、あります。はい。やばいぞ。生きたぞ、生きたぞ。いやー、ちょっと待って。いやー、逆サイド怖い。やばいやばいやばい。いやー、危ねえ。危ねえ。もう両サイドからの崩しが怖いです。完全に崩されたな。赤野選手のゴーシュートは少しだけ右に添えてくれました。ありがとうございます。助かった。河合選手に代わって西澤選手。奥井選手に代わって宮本選手ですね。後藤選手に代わってカルリーノ選手入りますね。期待していきましょう。私のこのね、襟元ピロピロで、なんかもう大丈夫でしょうかね、本当にちょっと心配です、ました。今ね、これ1本あの30キロぐらいあるんで、今210キロの重みをね、ここで、つけてますんで、まあ、ピッコロさんのようにね、あの外したら私の力がここで発揮されますんで、もう早めから、ね、発揮しとけっていう話なんですけど、ピッコロの肩パッドの話。ピッコロの肩パッドの話です。はい。あの、ピッコロって言われてください。ピッコロさんで言ってください。なんでピッコロそんなリスペクトしてるの。リスペクトオブピッコロさん。今も肌は緑だし。おっと、危ない。肌は緑って言われました。後半に優先タイム入りましたね。おっと、またリプレイの映像ですね。エリキ選手の1点目が流れてますね。2点目、オナエルアド選手の2点目が流れてます。そろそろ飲水タイムを見せてください。さあさあ、飲水タイム、飲水タイム。おっと、ただいま、その飲水タイム入りました。みんな飲んでます、飲んでます。おっと、大きめの水をティーラシン選手が飲んでますね。エラト選手が飲んでます。さあ、ティーラシン選手も飲んでます。バウト選手も、
さあ通訳さんも頑張ってくれてます。通訳さん頑張れ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 。さあさあさあ、こっからですよ、こっからですよ。あと30分続きますからね、そっからやっていきましょうやっていきましょう。さあボスゴブルー監督が映りました。ムフォー監督が黒いシャツに変わりまして、ポステゴグルー監督は白いね、ポロシャツということでね、どちらかというとカジュアルな印象を受けますよね。さあ、やっていきましょう、エスプレス。オナイワード選手戻りました。さあ、ここから給水タイム終わります。さあ、頑張っていきましょう、エスプレス。セリさあ、ピンチです。中入られました。やばい、オーブラーイ、ね、オナイワード選手に点を決められるところでした。危なかったです、エスプレス。さあ、西金、今日は右サイドからいきます。いいぞ、さあ、いけ、切り込んだ、さあ、いけ、さあ、いけ、さあ、いけ、やってやれ。いやおらんかった、いい入っちまった。でもね、やっぱりね、もう脅威のリスター君の力見せてやりましょうよ。さあ、ティーラシン選手に代わってデュトロ選手ですね。さあ、拾おう、さあ拾おう、これ大事にしたいな。いやー、取れた、取れた。さあ、ユート選手ね、ちょっと後半は攻撃参加、防戦一方という形で攻撃参加できないんですけども、しっかりとディフェンスもやってくれてます。さあ、ここから作っていきましょう。うわー、いや、こーっとねー、王選手のボレーは外れてくれましたね。見てる側としてはとても悔しい試合となってます。もどかしい感じだよな。ということで3対0の敗戦となりました。エスパルス泥沼7連敗となってしまいました。96年以来の7連敗ですね。このね、負けをね、どうにか糧にして次こそは勝っていきたいです。エスパルスもうね、暗くなってもしょうがないです。もう前半3点決められた、退場者が出た、もうしょうがないですよ。もうね、出てしまった結果は覆りませんので、もうね、次に向けてしっかりやっていきましょう。今度またアウェイで、湘南ベルマーレさんと試合があります。また神奈川で試合ですよ。おかしいな、普通だったらいけている。まあ湘南さんもね、あんまりね、あのいい調子でいけてないっていうところがあって、結構な解体決なんですよ今回ね。まあ1試合向こうの方がね、あの消化が少ないっていうのもあるんですけども、まだねエスパルスの最下位は変わりません。次ね、湘南さんに勝ってまずは、最下位脱出しましょう。もう新記録8連敗にはさせません。みんなで我々サポーターを信じてやっていきましょう。頑張りましょう、エスパルス。我々が諦めちゃダメなんです。しっかり胸叩いてエスパルスが好きだっていう気持ちはみんなあると思いますんで、しっかりね応援して、まだ腐っちゃダメです、やっていきましょう。じゃあ次の試合に向けて気合入れていきましょう。バーモス清水エスパルス、バイバイ、ギャラクシー。眩しい。